やっぱジャマイカバイアスがある。でもぶっちゃけみんな適当にやってんのかな、うん、やっぱその自分のプロダクションの力入れ方とまた違かったりするしな。そうそうそう。でまあ人によるけど、本気でやる人もおると思うけど、自分の仕事やつってけど、まあそうじゃない人もいるので、でもまあ結構親身になってやってくれたんやけど、ちょっとこう思ってる感じではなかったから、うん、やり直したという形ですな。まあ、なんやかんやあのパンチョ君が詰められたし、ね、時間がこんなにかかったよっていうことで言ってます。はい、はい、そうです。いろいろまあ大変だった。でもまあ歴史的にはこう良かったんじゃないでしょうか。いろんな紆余曲折ありました、はい、と思います。今回曲調もハードなんで今までとちょっと違うんで。そうそうそう、なんかこう多分聞いて一発目聞いたタイミングでこう上ってなるかもね。上ってなると思うし、こうアウターゲットとかママリディウム、まあ、特にアウターゲット遊びステイのリディムに関して言えばだいぶ違うよね、持ってる雰囲気が。今回もバッタな感じで言ってますからね。バッタな感じで言ってるのは、今回はちょっとこうリアルにジャマイカ狙いたいっていうところで、ジャマイカっぽいリリックで、うん、ジャマイカっぽいリリックで、だからこうリリックで日本で共感できる人ってなったら結構バッタな生活を送ってる人かな。いやいやと思うけど、まあでもその自分のシチュエーションに合わせてるとか、うんうん、そうそうそう、仕事にしても、うん、いうことですね、うん、あのモバドとリリック的にはモバドとさあのスティーブンのさコンビネーションあれや、なな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 、なんかあれと同じように撮ってくれたらいいかなって感じはあるかな、はい、あと思います。それの、はい、それでも最後に聞けたらいい。最初に行く？え？最初に行っちゃう、それから俺らの曲を、うん、最初に行っちゃっていいんじゃないか。最後にする？最初に行っちゃおうか、じゃあ最初に行っちゃって最後にしようか、一応最後にしよう、いや、そのあ番組的に引っ張るか、番組引っ張るために最後にしよう。じゃあ、今回はこうアイドニアをボイスしたということもあるんで、はい、アイドニア特集、はい、言っても一応1時間ぐらいで終わりたい、あの収めたいんで、合計紹介するのは2曲だけ、自分たち含めて3曲、自分たちのやつ含めて3曲、はい、という形にします、はい、そもそもアイドニアとは、そもそもアイドニアとは、あのまあ、インターネットインターネットグーグルグーグル、ちょっと待って、アイドニアとはコメントも返さないとダメですからね、今日ね。なんで？忘れてたんじゃないですか、コメント返さない。何言ってんの、何言ってんの、それ、今、何言ってんのよ。いつもパソコンの前に座ってる。違う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 。今、パソコン出てきてるけど。違う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 、うるさいな、お前。ハイプしてんのか事故になるよ。いや、まあ、あの、謙虚に、今年の課題は俺ら謙虚でっていうことやからね。ハイプしてんじゃねえよ。すいません。それ気をつけないと、ほんまに。はい。と思います。まあ、そのことは、置いといて。とりあえず、アイドニアの話。こう、ちゃんと一応さ、ちゃんと正当なインフォメーション、プロフィール。そうだった正当なインフォメーションなんかあれへんよな。合ってないようなもん、合ってないようなもんや、そんな。まあ、もともと、どこ出身かは知らん。いや、だから1個目からダメじゃん。でも、レッドヒルズなんかな。某サイト見れば載ってるから、名前言わないけど。ちょっと、某サイト言えば、見れば載ってるんだよね、プロフィール。あれ、ローカちゃんに載ってたかな、ローカちゃんのアーティスト辞典みたいな。どうに載ってた、載ってたはずですけど。早速じゃあ、その宣伝も兼ねて。はいはい。まあ、その、これを探してる時間、これ空白になるから。はい。空白の間にスキャットをしようと思います。はい、どうぞ。ペペレ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 ペペペレ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 ペペ空白のスキャットマン。空白のスキャットマン出してくれた。バイブスカーテルがアルバム出ました、そういえばジャマイカで。ああ、そうやね。40曲以上入って CD2 枚組、今テレビ CM 流れてまーす。はい。タッツレコードと一緒に出すやつやな。絶対売れねえ、こんなの。うん、でもこれもロッカー税入ってるで。あ、日本でも買えんの？入ってる入ってる入ってる。ポンデガーザやろ？輸入版ってこと？そうそう。輸入版っていうか、だから普通にこっちで出してるやつをそのまま。日本は出してない。あ、なるほど。うん、輸入だ。そう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 。それも出ますね。アイドーニアさん。ディ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 クショナリー入りまして、アーティスト。ないやん。
絵はありませんでした。でも、あ、あったあった、ごめん。うん、あった。ありました。はいはいはい。役に立つね、ロッカーズチャンネル。お、素晴らしい。お、誕生日は載ってる。お、まあ、これはありとして。はい。アイテイナっていうのが本名なんやな。アイテイナ様。うん、はい。レッドヒルズロードエリアで育つ。うん、だからこれが、ウィーロー・ノットーンやな。あの、結構柄悪いとこだよね、見た感じね、うん。そうだね。教師と、その前読んでみようか、一回。はい。教師をしている母親と、元軍人である父親の子として、四人兄弟の二番目として生まれる。アーティストの名であるアイドニアは昔サッカーをしていた時に付けられたドナというあだ名とミドルネームであるアイテイナーをくっつけて名付けたそう。ほぅー。高校時代アイドニアはスティング93のビデオでビーニマン VS ボンティキラーの有名なクラッシャーを見て以来 DJ になることを決意。その後、すぐに自身のリリックを書き始め、友人らとジャーガイド1クルーを結成し、学校のコンサートなどでしばしばパフォーマンスをするようになる。一時期、父と共にアメリカへ渡り、3年間運送会社で働きながら小さなショーへ出演したりしていたが、本格的に DJ 活動をスタートさせるためにジャマイカへ戻った。そうして2003年に自身も DJ であり、ヤングブロッドレーベルを志望するミスター G と出会い、初めてのレコーディングを経験。はあ、ミスター G なんやね。プロデュースが。はいはい、そういうことだ、はい。アーティストとして本格的なスタートを踏み出す。この頃、アイドニアの DJ としての、親父的存在であるバイブスカーテルをミスター G に紹介されると。ほうほうほう。だから、経由的にアライアンスに入ったのは、カーテル経由という話だね。なるほど。カーテルに気に入られて。うん、っていうことだね。その後、平日のレギュラーダンスである、ボトルターゼで、パフォーマンス、のスキルなどを磨いていく。その結果2004年に有名プロデューサーであるスキャタに誘われ、アインステインやハローポイント、プラチナムキッズら次世代の DJ としてバンガランエンターテインメントファミリーを結成。その後あまりうまくまとまらず、いつの間にか解散。アイドニアはスキャタや他のプロデューサーたちと仕事を重ねていく。そうして2005年にスキャタ制作アイリッシュダンスリディムでのローリーがファーストヒットを記録。ほー。その後、チキンヘッド、イナディゲットなどのヒットの後、バイブスカーテルがアイドニアの憧れであるボンティキラーに彼を紹介する。気に入ったキラーはアライアンスにアイドニアを迎え、コンビ曲、フロムデムディスを制作。その後、アライアンスのゴタゴタ、お家騒動などがあり、カーテルとアイドニアはアライアンスを脱退。カーテルはポートマイエンパイア、アイドニアは JOP として活動している。しかし、アイドニア曰く、キラーは俺のおじいちゃんで、カーテルは親父だ。と共にリスペクトをしているよう。2008年 3月5日には日本のビクターからファーストアルバム、Them and Now をリリース。Then and Now か。はははは。そういうことだしです。なかなか、これ読んだら全部わかったやん。完璧ですね。完璧です、ね。お父さん軍人とは。はんはん、そういうことなんや。でも、なんとなく こうさ、ジャマイカでずっと育った人と、こう、アメリカ一回経験してる人間ってさ、うん、ちょっと違って、まあ、ビジーとかもそうやけど、なんか、喋ってて、こう、相手の話を聞く間を作る人というかさ、なるほど。アイドリアと喋ってても全然普通やねん。まあ、バッドやねんけど、その、会話が成り立つみたいな。バイブスのみじゃない。バイブスのみじゃないっていう。だから結構でも、海外経験ある人が、ジャマイカで勝ち上がっていってるところはあるよね、最近は。ああ、逆にニューヨーク修行、マイアミ修行。そうそう、一回その海外を知って、うん、その、ジャマイカのさ、コーナーで座って、うん、視野が広くなる。そう、視野が広くなる。いろんなことが見えるようになるからやろな。ということでございます、アイドニアさん。最近絶好調でございます。はい、最近になってもう、まあ、去年のクリスマスぐらい、クリスマスちゃうか。アウトブレイク出たんいつ？クリスマス前ぐらいじゃないか。クリスマス前ぐらいか、まあね、そのぐらいの時にはもうネクスト DJ はアイドニアやってみんなにこう言われてたとこやからね。じゃあ早速そんな曲から行ってみましょうか。はい、じゃあそんな曲から行ってみましょうか。日本でも今もう盛り上がりじゃないの？そうだね、やっぱ、うん、まあ一番イケてるリリムって感じなんじゃない？こうスティーブのリリムで珍しくモバドが1位じゃなくカーテルが一番イケてる曲じゃないリリム、うん、っていう完璧ドニアやな。完璧アイドニアが持ってったなこれは。うん、まあちょうどいいタイミングだったんちゃう？カーテルとビッグシップがこう決裂して、
そこに入ってくるポストはモバドともう一つってなった時にアイドニアちゃうってなった。